おはようございます。今日は1月7日ですね。1月7日外気温 4.4、湿度 54%、室温が20度、21%、湿度ですね。3分間の蒸らしで、今日も行きます。今日も、ひたひたを、考えようかと思っております。最適なひたひたは何グラムかというのを、見つけ出そうという、シリーズというか、研究でございますかね。はい、今日はですね、天使の休息ですね。はい、そして、今日の格言、今日の格言はですね、まあ格言というか、まあなんというか、大したことではないんですが、背伸びをすれば転びやすい、なんとも見事に当たり前みたいな感じですけど、ただこの背伸びというのも結構大事でしてね、あの背伸びしないと、ある意味人とこう話す機会難しいと思うんですよね。ちょっと、豆を入れます。はい、224g ですか。はい、ゼロにしましょう。つまり、背伸びをしないとですね、人とこう話す機会が、あまり取れないわけですよ。ただ単に、教わるだけでなってはいかんわけですよね。だからまあとりあえず、やりながら話をしますが、はい、まず穴掘りましょう。はい、お湯を用意します。はい、じゃあお湯が用意できました。はい、真ん中ですね。で、落ち始めたら濡れてるとこと乾いてるとこの境界分に用意させてきます。160の74ですか。240ぐらいですかね。はい。3分間蒸らしてですね。今日の格言ですけど、まあこれはまあどっちかというと否定的に書いてありますが、背伸びすれば転びやすい。まあ否定的に書いてありますが、背伸びをするっていうことは、何を意味するかというと。少し自分の、持ってる、技量よりもちょっと、レベルが高いこうつもりになるということなんですけど、まあそうしないと、相手から
深い話が引き出せないっていう部分もあると思うんですよね。相手が全くの素人だったら素人に対することしか語ってくれないですけど、少し相手が知識があるなと思うと、やっぱそれに合わせて人は語りますから、そういう意味では背伸びを少ししないといかんですよね。ただ背伸びをしすぎると、今度は自分の実力以上のことを語ってしまってこけてしまうという危険もありますよね。ただまあそういう危険もあるかもしれんけど、まあそれはどちらかというと、した方がいいかな。つまりコーヒーなんかだったら、まあそういう風にした方がいいのかなと。だってそうしないとずっと、人から聞く、吸収しようとするだけの人間になってしまうので、やっぱ発信する側に、なることを考えると、やはり、ちょっと背伸びをして相手と、まあ、対等までいかなくても、まあ、ある程度、深い話ができるようにした方がいいのかなという気は、しますよね。うん、そういう意味合いで言うと、やっぱ背伸びは大事かなというふうに思います。まあ、転んだら転んだで起き上がればいいので、まあ、別段背伸びしちゃえばいいのかなという気はしますね。はい、そんなこんなで、2分半、もうちょいですね。ここでもう早めにこれを外しておかないと、蓋を外しておかないと、すぐにやれないかなっていう、157、約160と80ですね。240ぐらいですか。はい、はい、3分の蒸らしですね。はい、抽出に入ります。 157g ですから、この段階で 157g しかないわけですよね。と、水位が上がるのがどのぐらいで水位が上がるかっていうと、つまり下に落ち始めるのが240、250、これ270ぐらいで、落ち始めるわけですね。つまり 270g を超さないと、 270g がまず、このお湯を、最初の保持する部分の、まあ、ある意味、分岐点みたいなもんだと思うんですよね。つまり蒸らしが終わってから、お湯を、水位を上げてくる作業、水位を上げてくる作業は、270g ぐらいで、今度はこうひたひたに持ってくる、このひたひたの、場所ですよね。今度はひたひたの場所を探してくるわけですけど、今日は360ぐらいでいきましょうか。結局はあとはこの場所を探すことになると思うんですよね。一番最適なとこはどこなんだろうかっていうのを、あ、今370になっちゃいましたね。370ぐらいの方がなんかやりいい感じはしましたけど、一応360まで落としましょうか。で、次にお湯をこう追加した時、今 300g ぐらいまで下がったわけですけど、最初に150ぐらいしかなかったわけですよ。そこからこうひたひたに戻したわけですよね。とひたひたに戻したわけだから、そのひたひたに戻した150まで落ちるわけではないので、だから水位を上げるためにって言って、外側にお湯をかけるみたいな作業を途中中でやめた場合に、つまりお湯を追加した時に、当然水位がある程度下がるので、その下がった分を、補填するのに、この外側に、お湯をかけて、水位を上げるという作業をやらない理由は、そこなんですね。最初が 150cc
じゃあ 150g の重さであったものが、270g ぐらいから、落ち始めたわけですよね。コーヒーが落ち始めたわけで、ちょっと 270g まで、150g ぐらいまで、もしも落ちたとしたら、初めて、水を上げるのに、外側から水を大きく上げる努力をしなきゃいかんけども、たかが例えば何十秒か、休憩を取ったとしますよね。お湯をかけるのをやめた。ひたひたのとこから水位が下がるけど、お湯をかけるのをやめたと。お湯をかけるのをやめたということは、水位は下がっていくわけですけど、その水位が下がっていく、下がる量って、たかが知れてるわけですよ。今見た、感じでも 300g まで降りないかったわけですね。と 300g、今だと360前後、今370ぐらいまで来ちゃってますけど、まあ、360前後だったら 60g ぐらい下に落ちただけで済んでるわけだから、わざわざ、周りにかけて水位を上げるみたいなことをしなくて、真ん中にお湯をかけて、水位を上げてきて全然問題が起きないわけですね。そういうふうに、考えるわけですね。ちなみに、360、まあ、実際370ぐらいまでを、お湯さしてたと思うんですけど、4分40、こして5分に行きますね。これから考えると、370前後だと5分前後に到達するかなという感じですかね。で、300g ぐらいまで落ちたところで、外しましょうか。まだこの実験に関しては何が何だかまだあんまりよく分かってないですね。普通にコーヒー立てると、例えば4分半ぐらいで終わるとして、4分半で終わったとした時に、その時は何グラム、つまり金枠の方にっていうか、まあ、ドリッパーの方に何グラムぐらい、のお湯が溜まっている状態で抽出すると、その4分半なら4分半になるんだろうというふうな感じですよね。で、次に、2400まで薄めるんですね。コーヒー入りました。
天使の休息ですね。あ、こっちこっち。一応必ず2400に薄めるようにしております。誤差は昨日より今日の方がいいかな。なんで？ただまあ適当に測った時に210よりは 220g ぐらいあったけどね。コーヒー、あ、そうですか。 10g ぐらい多かった感じだね。まあそれもあるかもしれんけどね、 10g が。ね、今度から正確に。昨日の方が濃く感じた。あ、本当？だから昨日より今日の方がいい。あ、そういうこと？言ってるんだけど。あ、そういうこと？濃いからいい。あれ昨日薄かったでしたっけ？あれどっちだっけ？あれ昨日はそんな濃くなかった。薄かった？薄い方じゃなかったけど違ったっけ？いや調べんと分かんねえ。まあちょうどいいぐらいの濃さみたいな感じが今日。じゃあだいたい今日だいたい270うんぬんってやったけど280前後でいったらだいたいいいぐらい。でも 10g ずれてるんでしょ。粉がちょっとね、ちょっと多いなみたいな感じはしたけどね。いやいや、まあだいたいそのぐらいでいこうかなと。だってその10g がまた補水するんでしょ。うん、だからまたそのグラム数変わるよね。まあそうだけど、そうだけど まだ目覚まし変わるよ。え、目覚まし？あ、はいはい、目覚ましが今お呼びなのでとあれですけど、そうですね、まあちょっといいかあれですね、もう少しいろいろやらないとわからないかなっていう気がします。で、福袋の方あとちょっとなってますので、よければ、エスメラルダ 50% オフとドリップバッグ2倍に6個増量いたします。ドリップダーラー使ったことがない方、かなりお値打ちでおすすめでございます。とあとキサンジーさんの方ですね、浄水車のコーヒークラッチ、コーヒーの味方塾ですね、1月22日土曜日19時から伊勢木店の方で、行うようですので、興味のある方ご参加いただければと思います。申し込み問い合わせは助水者さんの方、もしくはキサンジンさんと、SNS つながっているようだったら直接キサンジンさんに連絡いただいても参加、予約できますので、興味のある方ぜひご参加ください。はい、ということで、今日の朝のコーヒーはですね、天使の休息、はい、ちょっとグラム数が多かったかなみたいな感じもしますが、まあとりあえず天使の休息、そして、今日の、格言ですね、背伸びをすれば転びやすい、まあ当たり前っちゃ当たり前の、ことでしたね。はい、ということで、仕事戻ります。